PK のピユピマです。 PK のケコプです。 PK のヤンプルです。はい、ということで私はこの日を待っていました。何ですか？私はこの日を待っていました。何ですか？本日の企画はですね、アップルちゃん誤字ツイート第2弾です。さあ、ということで前回やったのが結構前で、私たちがまだ高校生の時にしたんですけども、あれからもね、もう彼女はすごく世界レベルの誤字をたくさん積み重ねて、もう塵も積もれば山となって、本日夢の企画が再びやってまいりました。第2弾ということで、どうですか？やば、めっちゃ久々、めっちゃ不意打ちだね。自分ではまあそんなツイートした覚えがない。した覚えはない。それがね、今回15個を用意しております。やば、まだあったんですけど、厳選して15個なので。健全ですね、あなた。全然前回の反省が生かされてないということで、本日は早速見ていきたいと思います。それでは最後まで見ていってください。 PK チャンネルスタート。それでは早速もう行っちゃっていいですか？皆さんお待ちかねなんですけど、それでは行きたいと思います。2018年9月4日デコパスも好きだけど、インテグレートとかお安いのも大好き、デパコスです。デコパスって言ってますなんかエゴマスみたいなのやめてもらっていいですか？もうジャニーズの皆様、本当に申し訳ございません。はい、そして続いてこちらです。2017年8月3日 YouTube のイエーイエビのやつ、打ち合わせなしでやったから会っててびっくりした。どういう感情表現でしょうか？びっくりです。わかりました、ありがとうございました。4日前です、こちら。4日前、東京ただいま1月1日です。元日に早速やらかしてますね、この女。今年ね、初めてミュージックビデオを作ったじゃないですか。それについてちょっと感想みたいな、ね、感動的なツイートをしてらっしゃるアップルさんのツイートです。 PK 史上初めてだし、とてもすごい作品が出来上がりました。撮影にご協力してくださったたくさんのスタッフの方やスタッフですね、これは。スタッフ絶対舐めてる、スタッフさんのことを。クリスマスにね、ツイートしてる2018年12月25日ですね。みんなにちょっと感謝ツイートみたいなのしてらっしゃるんですけど、みんないつもありがとう、ピケオルも AP もみんなラ大好き。安定ですね。安定ですね。前回もラはいっぱいだったんですけど、今回もラーメンドイツということでありがとうございます。2018年12月9日もうお腹が空いたアップルちゃんがいましてですね、何かを頑張ったりした後に食べたピザマンが美味しすぎて涙そうになった。涙出てくれ。11月24日ですね、こちらも食べ物系のツイートになります。昨日ニンニクのハンバーグ食べて、お昼寝にネギ牛丼食べて、じゃあもうナチュラルな間違いで、お昼になのにお昼寝にネギ牛丼を食べたアポちゃんですね。いいですか？イエーイ。こういったら一番すごい空気になる5時はやめてください。もうちょっと面白いものをいっぱいやってもらいたいです。2018年10月7日山梨県にお邪魔した日の帰りのツイートになります。疲れていたのか知りませんけども、今回脱字ということで聞いてください。山梨県に来てました。温泉にも入れたし、富士山も見れたし、高校の文化祭にもお邪魔させてもらいまし。お願いします。YouTuber なので、こういつもねやっぱツイートするじゃないですか、この動画が上がりましたよっていう、それを引用リツイートした YouTuber アポちゃんの最強の間違い、鼻水がね出てたらしいんですよ、その動画で。アポちゃんそのツイートがこちらです。鼻水ごめんね。点々はどこや、どこや、点々どこや。一番謎なね、ちょっと爆弾級なものを見つけましたので、部活引退をしたアポちゃんが感動的なツイートをしてらっしゃったんですが、ちょっと問題あったのでこちらも抜擢させていただきました。2018年8月31日明日部活引退とかやだやだやだ。ユダヤ教の方でしょうか、すみませんでした。こちらですね、もうお二人やっぱ仲いいじゃないですか。もうこの二人に関してのツイートを見つけてしまいました。2018年6月9日カッパさんと多分ねお泊まりをしていた日のツイートになります。今からお風呂、カッパと腹よじれるほど笑って余計に釣れた。お風呂でお魚さん泳いでいたんですかね、ありがとうございます。いいですから、本当に釣れたんですか、本当に。まあ、疲れたって言いたかったんですよね。なんか釣っちゃったみたいです。ブラックバスでしょうか。ありがとうございました。まあ、ちょっと問題ありですね、これ。パパとママに関してツイートしてるんですけども、2年前ですね、やっぱり頭がまだ2年前は未熟なのか知りませんね。ママとパパな、いやね、ナチュラルですよね、ちょっとバナナみたいに他のこと呼ばないでいただきたいです。懐かしい写真を上げられていたんですね、去年の9月頃のツイートです。高一よ、これ今よりも何倍もソホイ言語が生み出して。ラストじゃないです
か。カラコンが欲しかったアポちゃんのラストツイートですね。2018年1月7日いいカラコンあったから買ったらまさかの1ヶ月でした。ワンダー欲しかったのに一日用が欲しかったんだね。ありがとうございました。違うよ、ありがとうございます。すごい。その動画が面白いと思った方は高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。以上、ゆきでした。